港第3ターミナル到着しました。タイ空港はどれだ、あれだっけ、行きましょう。こちら荷物の引き換え点バックバンでお預かりです。本日は142番の直近9時55分から開始しております。ありがとうございます。今回乗るのがこれですね。このモワーって感じがまた、ここっすね、 TG17。 ちなみに今回通信は普通にアハモですね。エアタグの情報だともう近くに来てるっぽいですね。来ましたね、エアタグ位置情報バッチリですね。安心よっ。さあ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 、デデンと4年ぶりのスワンナプーム到着。とりあえず電車に乗る分だけを両替しました。あとは駅の近くにスーパーリッチっていうレートがいい両替屋さんあるみたいなんで、そこで両替します。重い。はい、マジックフードポイント、ここなんか空港の職員さんたちが使う、なんか安くて美味しいところみたいなんで、ちょっと覗いてみます。お、ガパオもある。麺こっちもタイフードかな、こっちもタイフード。あ、これはチキンライスだ、うまそう。さらに下に降りる感じですかね。これですね、エアポートレールリンク。加算で2人で70バーツ。札使える？ここ札か。あと、うん。でそこに出てきた。えい、ゲットしました。ポチッとな。あれ、俺なんかなんないよ。じゃあそっち行こうか。あ、いけた。あるある。はい、スワンナプーム空港を出発しました。エアポートレールリンクです。スワンナプームからマッカさんに向かってます。よいしょ。あっちっすね、ペッチャンブリ右だね。このまままっすぐスカイウォークで MRT に乗り換えですね。ペッチャブリーステーション、 MRT、 メトロモール、この中ですね。地下2階って感じかな。うわ、これ早いな、さっきもそうだけど。よしよしよし。で、 MRT はビザタッチが使えるっぽいので、ちょっとトライします。お、行かないっすね。あ、来た。あ、これだ、スクンビートだから。一駅なんで。
はい、麻生区駅に着きまして、今これね、右に見えてるエクスチェンジタワーっていうところの折り口に向かってます。ホテルがね、そこからが一番近いので、そんなこんなでようやく今回の宿に着きます。よいしょ、こちら、ホテルクローバー総区です。はい、ホテルのエントランスこんな感じですね。こじんまりとしてます。こじんまりとしてます。チェックイン済ませました。よいしょ、708なので、こっちかな。よいしょ、あ、こっちかよいしょ、あ、タイミングがピッ。よいしょ、ででん、こんな感じです。ピッ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 。よいしょ、さあ到着しました。よいしょ、まあこじんまりとした部屋ですね。いいんじゃないですか。はい、時間が今6時10分ですね。今からお風呂じゃないあ、ご飯食べ行きます。はい、ご飯食べる前にこのスーパーリッチで両替したいと思います。ここはレートがいいみたいなんで、まあ、並んでますけど、はい、ご飯食べようとしてるのはこのスダレストランってとこなんですけど、大丈夫かな、空いてるかな。とりあえず行ってみたいと思います。メニューめっちゃいっぱいあるな。とりあえずベタに、やっぱりガパオ大好きなんで、タイで飲むコーラは格別ですね。はい、あ、ちゃんと書いてあった。はい、揃いました。グリーンカレーと豚のガパオライスとライス。じゃあいただきます。どっちだっけ、逆か、これだっけ、こう、なんか そんな上手に使えないんだけど、たどたどしいんだけど、いただきます。うん、うん、めっちゃうまいね。うん、めっちゃうまい。なんだろう、やっぱりその国の料理はその国で食べるのが一番うまい。ちょっとじゃあグリーンカレーもいただきます。うわ、これよ、これよ、この味よ。あー、アロイ、うまい。これはでも汗吹き出すね。いや、汗かいた、汗かきながら、うん、めっちゃ美味しかった。はい、ラピットカードをゲットしたので、今から BTS に乗ってトンドに行きます。まあ、歩いても行ける距離なんですけど、トンドー降りたらまっすぐですね。はい、トンドーにある T1 ビルディングって中にあるんですけど、ティチュカっていうね、ルーフトップバーに行きたいんですけど、ティチュカ残念ながら今天気悪くて休業みたいです。とりあえずトンドーから麻生区戻って MRT 乗り換えて、スクンビットから今日乗り換えたペチャブリーを通り越して、このラマ旧世駅っていうところを降りて、すぐ近くにね、ジョドフェアっていうナイトマーケットがあるので、そこに向かいたいと思います。とりあえず出口はどっちかな。あ、よく見たら翻訳しなくても G タワーって書いてあった。 G タワーっていう建物の近くに、そのジョドフェアっていうナイトマーケットがあるっぽいので、こっちっすね。
ここの左が、じゃじゃん、ここです、ちょうどフェア。まあ今日火曜日なんでね、そんなに混んでない。この程よい人の感じがちょうどいいですね。めっちゃ喉乾いてるんで、このギャラクシーソーダにしました。 Thank you。 どうすんか。まいったいっすね、これが。私もさっき買ったやつを一気に飲んでしまったので注文しました。コロナビールってこんな色だっけな。まあいいや、いい感じに酔いが回ってきてほろ酔いです。こんな感じでバーがいっぱいありますね。ここも見たことないのがいろいろあるね。ここはアパレルゾーンですかね。さっきはずっと飲食でしたけど、ちょっと渡ってこっちも見てみましょう、せっかくなんで。ああ、ここもにぎわってるな。なんかこれは何だろう、回転寿司のような。あ、タイ好きだ。回転タイ好きですね。これ何だろうね、普通のコーラじゃないのかな。さて、いろいろ見て一周したかな。しかしこのドリアン種が異国情緒を醸し出してますね。よいしょ。せっかくねここまで来たんで、もう一個隣の駅にもナイフマーケットあるので、そっちも行ってみたいと思います。とりあえずワンラチャダーっていうね、もう一つのナイトマーケットに向かってますが、すごく閑散としてるような気がする。到着しました、ここっすね、ザ・ワンラチャダー。フラフラしてみます。ワンラチャダーもすごく綺麗でお店たくさんあるんですけど、なんか閑散としてますね。まあでもちょっと閑散としてるかな。お店はまあまああるので、静かに飲みたい人はありかも。はい、じゃあタイランドカルチャーセンターからスクンビット駅に戻ってホテルに帰りたいと思います。お疲れ様でした。